どうも皆さんこんにちは。今日はねちょっと久しぶりの動画アップになるんですけれども、私の最近のカメラライフアップデートをしようかなと思います。トピックは3つです。まず1つ目、最近動画のアップをサボって何をしていたかっていう話、それから2つ目が、最近買ったコンデジの話で、3つ目が最近、手放したカメラの話です。まず1つ目、最近動画をアップせずに何をしていたのかっていうと、写真を撮り歩いてました。去年の年末に写真プリンター買ったんですよ。動画もね作ってあるんですけど、でまあそのプリントにすっかりハマっちゃったので、プリントするための写真が欲しいということで、その写真をね撮り歩いていたっていう感じです。よく使っているカメラはライカ Q2 なんですけれども、 XT3 に 50mm レンズ、換算 75mm ぐらいなんですけど、その単焦点レンズをつけて Q2 と一緒に持ち歩くっていうこともまあまああります。で次、最近買ったコンデジの話です。なんだかんだカメラ複数台持ってるのにまだカメラ買うんかいっていう話なんですけれども、今回買った一番大きな理由、それがね、先日私ロードバイク乗ってる時に転倒しちゃったんですよ。まあまあスピードに乗ってる時にそのまま転倒しちゃったので、今私こう左半身結構あちこち痛いんですよ。その中の一つで今左手がまあまあ痛くて、グローブはめてたので外傷は全然ないんですけど、中がね結構痛いで、一応転倒した後に病院行ってあちこち全部チェックしてもらったので、骨とかね脳とかは大丈夫なんですけど、ちょっとこうきつい打撲っていうのかな、なんかちょっと手が痛いんですよ。こういう Q2 とか XT3 ぐらいの重さのカメラだと、カメラ構えた時にね左手に乗せるじゃないですか。そのね左手に乗せた時に手がちょっと痛ってなるんですよ。ちょっとこの手の痛みが取れるのも時間がかかりそうなので、軽量コンパクトな写真用のコンデジが欲しいなっていうふうに思いました。で選ぶ際にいろいろ条件をつけていくんですけれども、写真撮影用なのでまずファインダーが欲しい。この1年ぐらい私コンデジはソニー ZV-1 を使ってるんですけれども、これねファインダーがないんですよ。これは出先で動画を撮影するのに便利かなと思って買った機種なので、ファインダーの有無とかあまり考えてなかったんですけど、実際に写真撮影メインで使うってなるとやっぱりファインダーがある方が便利です。それから写真撮影してて明るい太陽の下でモニターが見えないってなるとね、ちょっとねテンションが下がります。で次の条件なんですけど、手が治った後も Q2 のサブカメラとして持ち歩くことができたらいいなということで、なるべくコンパクトなサイズがいいなっていうふうに思いました。あと万能に使いたいので、今回は単焦点レンズよりもズームレンズの方がいいなっていうふうに思いました。それからセンサーサイズなんですけど、できれば1インチセンサーサイズよりも大きい方がいいなっていうふうに思いました。ファインダーがないとはいえね、今 ZV-1 持ってるのでちょっと違う毛色の方がいいかなっていうふうに思いました。というわけで今言ったような条件で検索したら出てきたのがね本当に数少なくて、キヤノンの G1X Mark III とパナソニックの LX100M2 でした。で実物お店に見に行ったら G1X Mark III はねなかなか思ってたよりも大きかったんですよ。ちょっと女性の洋服のポケットにグッと入れられる感じではなさそうだなと思って、消去法的にパナソニックの LX100M2 になったっていう感じです。でこれにしようかなと思って発売年をチェックしてみたら2018年だったんですよ。古いわけではないですけど、すっごく新しいっていうわけでもないですよね。で、その前のモデルいつ発売されたのかなって見てみたら2014年でした。ということはサイクル的に、今年ぐらいに M3 が出てもおかしくないなっていうふうにちょっと考えて、今 M2 を新品で買うのもなんかちょっとなっていうふうに思いました。新品を今買って数ヶ月後に新製品が出たらショックじゃないですか。なので中古でお手頃なのがあれば買ってみようかなということで、これ買ってきました。これこんなに小さいのにマイクロフォーサーズで、35mm 換算 24mm から 75mm のレンズがついてます。 75mm まで伸ばすとレンズ長っていう感じになります。で縁が 1.7 から 2.8 で明るいです。
1インチセンサーの ZV-1 と大きさ見比べてみると一回りぐらいかな大きいんですけど、これコートのポケットに入る大きさなのでね、持ち運びも便利です。まだ全然ヘビーには使ってないんですけど、ちょっと使ってみた第一印象としては、なんか絵作りが自然でこう力んでない感じが好印象だなっていうふうに思いました。で、あと、まあ私これ買ったの雨の日だったんですけど、防塵防滴だったらよかったのになっていうふうには思いました。まだ手にしたばっかりなので、そのうちねちょっとまたサンプル写真の動画とか作ろうかなと思います。で、次、最近手放したカメラの話です。最近ね Z50 を手放しました。その理由なんですけど、まあ普通に使ってたらモニターが、まあ、正常に表示されなかったりとか、あとタッチ操作がね反応しなくなっちゃったりとかして、修理の見積もりに持ってったんですよ。そしたらモニターを全部取り替えることになるということで、修理費用がね2万8000円ぐらいだったかな。まあ最初は修理しようと思ってたんですけど、ちょっと考えてみたら、まあ今回私が落下させたとかダメージを与えたっていうことで起こった故障ではなかったので、もしかしたらまた同じことが起こるのかもしれないと思ったり、まあ、あとね、まあ元々のボディの価格と修理の費用のバランスを考えると、まあちょっとここで一回整理しちゃってもいいかなっていうふうに思って、で、まあそういうことにしました。また次のモデルに注目してみようかなと思います。というわけで、今日は私のカメラライフアップデートでした。また次回お会いしましょう。さよなら。